皆さん、こんにちは。ただいまより、第110回日照物検定試験1級の回答速報会を開始いたします。えー、担当は、レイクの富田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、えー、ではですね、えー、本日、実施のですね、 1>, えー、1級の回答速報ということでございましてまあこれあのアップされるのは月曜日以降というところになりますからあー皆さんご覧いただいているのは例えば月曜日の夕方とか早い方でもそれぐらいかなというところがあるんですけどねまあ鳥自体はね今日日曜日の段階でやっちまおうというところで、えー、先ほど僕らも、まあ、僕らもっていうか僕もなんですけど問題解き終わって。 ね他の先生方と回答のすり合わせなんかを行って、まあ、模範回答を出すという作業をとりあえず進めてきたところでございます。えーまあ今日は私のことでございますがあの3級と2級も同時にやってんでねなんかまあえらい問題を解きまくってつっかり散ったっていうかこ <laughs> 正直あるんですけどね回答解説はまあ今日中に取りましょうと。 いうところがございますすんでで、まあ、お時間30分弱です、えー、頂戴いたしまして、まあ、あくまでも速報という前提でございますから今回試験に関する概要等々少しお話をさせていただこうかなというふうに思っております。でねまあ今日のおというか150回のまあ本試験に関してなんですがそうね、えー、商業会計学の分野に関しても 工業武器原価計算の分野に関してもなんですがまあある意味光源はいつもと一緒っちゃいつもと一緒なのかもしれないけどねまあとにかく今回は資料が多い紹介も光源もあーまあやっていただいてもう皆さんもお分かりの通りなんですがーとにかくまあ <laughs> まあまあでも光源としてはそんな図抜けて多いってことでもないのかな。 いう気はするけどまあこういう原価計算は相変わらずではありますが原価計算かなりの資料の量なんででなおかつちょっと似たり寄ったりのデータが並んで載ってたりするから結構これ資料の誤認なんかが生じると怖いないうところが多分に含まれてるのが原型だったりもするんでまあこういう資料がもっちゃり載ってるデータってのはまず資料の収集生成から入らないといけないからね。 こういう問題どうしてもイージーミスなどが出やすいでなおかつまあ他の論点のもそうといえばそうなんだけどね多くの資料を集計しなきゃいけないとか情報判断をしなきゃいけない状況判断しなきゃいけないっていう問題はね5人が生じても途中で気だからそれがまあちょっととにかく今日は原型怖いかなという気がする。で工業物減価検査の担当いわくなんですがまあちょっとそういう意味での。 イージーミスという表現は適切ではないかもしれないけども本来的な管理会計論の知識に基づく内容云々というよりも集計ミスであったりとか判読ミスであったりとかそういう類のミスが非常に怖いねという所感を述べておりましたんでまあ確かにそうだろうなというのは僕もねえ実感としては持ちましたねまあでも逆に言うと 取るべきところを拾っていくというスタンスで言えば今回工業武器も原価計算も、ね、ある程度対策は立てやすかったとっいうところはあると思うんですね。できないところはもうできないしいうところもあったんでそういう意味では比較的悩む、まあ、具体的に手を出す論点出さない論点で悩むということはあんまりなかったのかなという気もするんですがまあまあとにかくまあ原形は相変わらず資料が多かったというところがございますし。 えー、私が担当させていただいております商業簿記会計学に関してもそれは言えてですねまあ会計学やってきましたなこりゃねえあのあらって思ったけどねうーんこういう感じで来るかねとまあ率直に思ったね率直に思ったけど うーん、そうだな。まあ、点数を拾っていくというスタンスでものを考えた場合、えー、当然のことだから、まあ、商業牧会計学に関しても一般的に満点というのはなかなか出ない。まあ逆には満点というのは高原で出やすいものであって、商会の分野でね、20点失礼、25点満点というのはなかなか出ませんから、まあ、はなからそんなものはどうでもいいというスタンスで言えばですよ、お目標となってくる一つ7割。 つなじ各科目とも17点以上せっかくの18点クリアしていけばですねえートータル作業効果としての70点を超えるわけですからあーその18点というですね一つの指針を考えた場合には今日の商業簿記会計学についてはまあできないものではないだろうなという気はしましたね。今申し上げたとおり最初ねちょっとやっぱり会計学の問題の多さ 文章の長さを考えた時にちょっとえっと思ったんですけどただ実際解き始めるとねまあ全部が全部ってわけにいかないとは思うんですけども比較的イージーに解けるような論点っていうのも含まれてはいましたからまあそういう部分からすればですねんまあ足切り回避というのは十二分に成立する話だと思うんでうん足切り回避した上でのプラスアルファ まあ、工藤だけど18点程度の一つの目安を考えた場合にですねそこら辺まで点数を伸ばしていくということについてはまあできないものではないだろうないうのが僕のまず率直な感想ですあー僕は問題見た時にまずそういうふうに思いましたねあとはどの程度お回答項目の取捨選択を進めるかああいうところに尽きると思うんですが まあ基本的にですよ、まあ、私は主として担当してるのが商会なんでそちらの部分を主軸に申し上げればですねおそらく今回の商会に関して特に商業簿記総合に関しては足切り回避ののためのおいわゆる配点調整、まあ、端的な話足切りになっちゃう人が多数いて、えー、言い方があれば合格点数に達するような人が10杯いないとだから、まあ、下手履かせる意味でね救済的観点からあ配点調整をしましょうっていうのは まあ商業簿記には多分ないでしょうね。ちょっとこれどう考えてもそれは望めないような気がする。ーですからまず自力でねしっかりと10点以上を拾うというようなアプローチはやっぱ必要じゃないですかね。ーその上で、まあ、プラスアルファ上乗せをどの程度伸ばせるかっていうところになってくると思うのでまあ どうしてもね、えー、商業簿記が通常の総合問題でございます。ご TV 作成でございますんで、まあ、も過去の経緯からして、また皆さんもお分かりだと思うんですけど、商会に関して、いわゆるね、商業簿記が通常の総合問題、個別総合であるという時は、あ配点調整ってのはもともと入らないんですよ、ほとんど。だからもうやっぱり皆さん方もしっかり準備されてますから、あーそういう前提で申し上げれば、やっぱりね、えー、大きく、ね、10点を超えるような人もある程度はいるだろうし。 もっと言ってしまうと大多数という表現までは使いませんけどもまあ10点回避10点以上を得点してるという方は全体受験生のじゃあ半分で収まるかって言ったら収まらないと思いますよもっといると思うんで、まあ、そういう意味からもくどいようではございますけどもそうだね一般論として、えー、配点調整救済的観点からの配点調整というのはおそらくないだろうな いう気ししましたねでその上でまああとはどこを拾っていくかっていうところになるんですけどまず商業募金総合について少し概略をお話しさせていただくとですねあのー、商品売買ねえー、商品売買に関する取り扱い等々ございますがあこれ今回まあ少しうなじみが薄いっちゃ薄いのかな未着印売買入ってますでただ、まあ、未着印売買は そうだね多少外貨が絡んでるような状況があったりはしますけど別に未着因勘定の分析自体は大きく変わるものではないし、えー、当然外貨が入ってたってやっていただく作業手続き自体は問題ないはずですからうーんそうだなここら辺のちょっと未着関連のデータに関しては。 正確に言うと、未着売上げは未着印売上げはもう意地苦いじくるし項目はないので、あ売上げ原価になりますけどね、まあ、売上げ原価に関しては基本的な回答項目はやっぱり PL なんでね、今回それが PL がなくて五 t b 作ってくれって形になっちゃってますけど、ただ、あの要はい未着印が手元商品区分法である以上、 一般商品売買すなわち三分法で処理されている一般商品売買の売り上げ減価と一括と最終的な仕入れ勘定を出さなきゃいけないでしょそれは通常皆さん方に問題解いていただくときの勉強で PL の売り上げ減価の区分作りましょうって勉強してるじゃないですか。全 TV の勘定分析やって。やってるよね。あれと一緒なんですよ。だから計算用紙にどこまで行ったっていつも PL の売り上げげ価の区分作るでしょあれを作りゃいいだけですから。希少商品がいくらで、当期仕入れがいくらで、期末がいくらか。 それぞれ把握をしていってもらって、そのトータル出せば、五 T. B. の仕入れになるわけです。当然ですけども、誘導法の規定があるんですから。基本的に、売上原価を仕入れ勘定で一括計算するという前提の手元商品区分法である以上。い、仕入れ勘定で求まる五 T. B. 記載値は、ピーエル記載の売上原価じゃないか、おかしいんで。そうでしょで、その前提に立脚すれば、別にこんなん、どっから変わる必要はない。ああ、五 T. B. になったから、仕分けをしなきゃいけない。そんなことはないんです。あ,あくまでも、いつもピーエルスクールメインでやってくださいというふうに、僕申し上げてますから。それをやりゃいいだけです。 であとは仕入れ勘定の分析をやっていただくときにちょっと外貨の話がね、えー、補足資料の中に入れてきてるからそこら辺に変に引っ張られないでくださいよったらしい。というのも改革金に関する為替薬の話がその後出てきたりとかね改革金に関する為替薬の話がその後出てきたりとか出てるでしょかけ仕入れ紙処理で。 改革金,金の為替薬は振り当て処理に基づいて処理して話くださいって話ですけどこれ自己設定ですからね。で自己設定の場合は商品売買取引で生じた改革金の決算に伴う為替薬振り当て処理で処理します自己設定です。そうするとこれ仕入れ勘定関係ないですからね、えー、純粋に改革金に関する為替薬独立処理とは違ってですよ おあいつね独立処理もそうだけど振り当て処理でございますから仕入れをいじくるような作業をやらないでしょ自己設定ですからだからそちらとはリンクさせる必要なんか全くないのでその前提で作業手続きを随時進めていっていただくことができればそうね特に問題なく対応はできたんじゃないかないうふうに思いますよで今回まあ期末一括を前提のお話でございますから全 TV 記載の未着印勘定等は まあ、売上げ原価と期末未着の合算値、ね、になってますんで、あーそれら内容を考慮して、まあ、あとは手元商品の話なんかを考慮したね、えー、通常通り一般販売原価率なんかを基準に据えながら回答手続きを進めるという話になります。ただ、どうしてもこれ、基準となってくる一般販売原価率の特定なんかをやってもらわないと、未着品勘定。 全 TV の未着品勘定に記載されてるのが工藤だけどこれ期末一括法ですから売上げ原価と期末未着品の合算値でしょ正確に言うとまあここに仕入れの、えー、貨物代表証券取得の未処理分加味しなきゃいけないけども基本的に全 TV 記載値の前提で言えば期末一括法なんだから売上げ原価と期末未着品の合算値なんだからいくらが期末商品でいくらが売上げ原価の特定をしていただかないと PL なんかをイメージした時の期末商品頼者が出せませんからでしょ でそのためには一般販売原価率基準となる一般販売原価率を出さなきゃいけない。でそこから作業アプローチを取るしかないわけだけどもただねどうしてもその原価率の計算なんか少し煩雑性も伴うし、まあ、僕は個人的に言えば基本のアプローチと言えるんでここはやってほしかったけども少し原価率計算の部分でとっかかりが持てなかったとかあーどうしてもそっちがね止まっちゃいそうだとか実際やってみたけども妥当な数字が出なかったとか そういうものが出てくれば、まあ、ある意味、もうそこにこだわっても仕方がないんで、逆に言えば今回は、そうだね、ィー t v の商品関連の話とか仕入れ勘定の話はもうある意味諦めて、じゃあ取れるところに移ろうよとう切り替えがね、一旦必要だったような気がしますね。で、今最初に申し上げたけど、例えば、同じような未着品のデータ絡みで載っていたカース薬のフリーアズ処理で、これ自己設定ですから、 直々月先の把握をして直先の期間配分やるでしょそこの手続きだけでもやってっていただくことができれば仕入れ勘定 5TB の仕入れは出なくったって為替役関連は解けるわけですからあ当然そういったところはしっかり解いていかなきゃいけないでしょという話になるだろうしまあさらにその後言えばですねそうね4番あたりがまあちょっとレアケースっちゃレアケースなのかな。 まあ、日商の商業簿記総合としてはちょっと珍しいパターンでございますけどこちらについてはねえ、えー、皆さん方あこれいわゆる株式交換手続き、ね、なのに似てる問題だったんですけどただまあこれ基本的にはね財産引き継ぎやって えー、株式購入してますからあ皆さん方自体は株式を取得してるわけではないので厳格に言うとまあ合併なんかにちょっと近いよという状況ですね。で合併なんかと近い状況になってますからその前提でまあ皆さん方作業手続きを進めていただければ結構というところになるんでどうかな、まあ、合併に準じて処理をするという前提で捉えていただければあまり問題もなかったかと思いますよ。 ねその前提で作業手続きを進めていただければ十分対応できただろうしで常に僕言ってますけど5番と6番ね5番と6番あたりがやっぱりね積極的に手を出していただくべき対象だとは思います5番が有形固定資産絡みの論点でまず今回圧縮積み立て金すなわち積み立て金方式による圧縮基調出ていますただこれはもうパターンですからね あの理屈で考えていただくと圧縮積み立て金の積み立てと原価証券の改新ともう取り崩し理屈は結構分かりにくいんです分かりにくいんですけども作業手続きはもう常に決まってるだからちょっとこれぐらいはもう何とか取ってほしかったなというふうに僕は個人的に思うでさらに言えば構築物については資産除去債務の関連手続きが求められていますね で資産熟債務の計算手続きが関連付けて求められてるけどこれはね別にやっていただく作業はそんなに難しくないですよ。お回答手続き上必要となってくる原価係数なんかも全部載っとるわけですから基本的なあ資産熟債務に関する過程を置くことができれば何の問題もなくできたはずですからちょっとこの今回減価償却関連の話というのかな。 正確に言うと有形固定資産に関連する話これ取り残でしたねこれは取り残。だからのきな軒並みにここら辺についてはもう政党出し切ってるという前提が必要ですこれはですかちょっとここをやっぱり間違えてしまったということになると厳しいかもしれないねで逆に言うとそれだけねやっぱ固定資産はこれ政党率僕高いような気がするねというのもいやいやそんなことない難しいよ確か難しいですよねえ 一級の試験ですから簡単なものはそんなに出ないです。出ないですけども、ただね、資産授業債務に関する手続議論だって、支部基調に関する手続議論だって、一つ一つの内容を冷静に見ていただくと分かりますけど、これテキストの説明レベルです。全然。 となるとやっぱこれはじゃあ間違えてもしょうがないですよねっていう話にはならないじゃないで僕は常に申し上げてますけどこういう総合問題の時に3級や2級でやったことある論点がレベルアップされてる問題こういったものは攻めなきゃいけないんですそうするとまさに今あ皆さんにお話しさせていただいてる有形固定資産原価償却関連原価償却の計算だけだったら2級だってやってるわけです でそこに資産除去債務の話が上乗せされたり圧縮基調が上乗せされてるけどもそこまでの領域のものを回答しきるのがやっぱり一級に求められる話ですからそれはぜひね皆さん方にはやってほしいなと僕は思いましたねで同じく有価証券の論点もそうです有価証券に関しましてはまあ A 社の株式 B 社の社債でもって C 社の株式とあるんですけどもまあこれはね こののクールっていうのかな11月検定向けの直前期の授業っていうのは僕の担当ではなかったのでまあもう一方の先生の方でねご担当頂い,いてるんでその先生の方からもお話はあったかと思うんですけどもまあ私の方でねあの直前期の授業なんかではあ前回6月では扱わせていただいているものにはなるんですがこれ保有目的変更が入ってるこれ具体的にはあの満期保有目的債権に該当する B 社の社債をですね 一部売ってるんですねでこれあのー、僕のその直前の授業なんかではちょっと扱わせていただいてるんですけどもあのー、満期保有目的債権ってね一部でもえ一部でも一銘柄でも売却した段階で残存する他の項目は必ず他の保有目的に振り返ることがこれ義務付けられてます現行制度上すなわち、えー、例えば皆さんが満期保有目的の債権を3銘柄持ってたとね イみたいな感じで3名柄ら満期保有目的債権持っててそのうちの後者の社債の半分売りましたそうすると後者の残り半分とオツと兵の社債全部残ってるじゃん残ってるんだけどこれ残しちゃダメなんです満期保有目的債権を中途で売却するということはその企業はですね長期資金の運用計画を立案したとしてもそれを遂行する能力がないんですよえっ いいやそんななことないたまたま今回そうなっちゃったんだよって当然そういう反論もあるかもしれないけども制度はそう見てませんあのー、満期保有目的債権という区分を作って長期的に資金運用を実実立案してもそれを実行するだけの能力がないんだから長期資金運用を前提とする満期という区分はもう残すなと言われますだってこれね変な言い方に聞こえるかもしれないけど満期保有目的債権に分類しておくことによって その他有価証券や売買目的に分類した場合には計上しなきゃいけない評価損の計上を許されてるわけですからね。そうでしょその他有価証券なんかに該当するものになってたとすれば、消却原価を適用した後に今度、自家評価をするじゃないですか。でしょで、値段が下がってる状況があれば、評価損出さなきゃいけないんでしょその他有価証券、評価算機のマイナス計上であるか、評価損出すか、いずれにしても含み損相当分の把握をしなきゃいけないわけでしょ それををやらなくてていいいいいとうう免除を受けてるる特典があるんですよ満期保有はそれはあくまでも最終的に学面召喚を受け続ける最後まで持ち続けれて長期的に保有し続けて学面召喚を受けるからっていう前提があるからだから認めてる。にもかかわらずそれまで評価層の形状などを免除されていたにもかかわらず当期になって売却した時に売却益だけ出しますよとそんなバカなこと許すかって話ですからもしそれをやってしまったんであるならば 結局そういう企業は長期資金の運用計画を立案したとしても実行能力がないと判断されるんで評価層の形状逃れにつながるないし利用されてしまう恐れがあるから残存する他の社債は全て一律他の保有目的に振り替えなきゃいけないで高社債になった場合にも売買かその他しかないんです。で今回は問題資料に基づいてその他有価証券に保有目的を移すんだけど移す時の基本手続きですか 満期保有目的債建をその他有価証券に振り替えるときには振り替え時点の消却減価額を持ってその他有価証券に振り替えなきゃダメですだから最後に保有目的変更段階における消却減価をやってその時点の消却減価額を持って他の目的に振り替えるこれが必要なんですで、保有目的変更ってのは基本的にえ従来の保有目的にあったものを他の保有目的に移すときはえ 最後にもともとの保有目的に応じた評価をやってで新しい保有目的に振り返るというのは基本スタンスですから今回 B 社の社債についてはその一連の手続きをやってくれって話です。でなおかつ期末決算手続きですからその他有価証券としての評価行為は続けてくれよとこういう話なんですね。その前提での作業手続きをやんなきゃいけないよという論点になってるんでまあちょっとこれが入ってきてしまうと。 作業論をご承知の方にとってはあまり問題はないかもしれないですけどもそうじゃないとねやっぱりちょっと B 社の社債はちょっと厳しかったかな。でそうなっちゃうとまあ C 社の株式も基本的なスタンスとして。 そうだなまあ同じ投資有価証券勘定になりますんでちょっと回答を出し切るのが本体有価証券本体については厳しいところが出るかなっていう気もするんですけどねまあそういったちょっと付加的な論点も含まれてましたが、まあ、どの部分を攻めていくかっていうのはお一人お一人の状況の違いがあるとは思うんですけども基本的には仕切り回避はしやすい。 ね、10点ぐらいを拾っていくという前提からすればやはりこれは十分可能になってくると思うので、まあ、その前提での作業手続きを進めればよかったと思いますで会計学に関しましてはそうだね問題2番の状況12345ありますが、まあ、これはね相当範囲の広い論点についての、まあ、計算および理論の問題と言える問題だったんで。 逆に言うとねこんだけ守備範囲が広くなってくると皆さんにとってやっぱりある程度得て増えてってのはあると思うからできないものはできないものでしょうがないと思いますよただ逆に言えば全部ができないってことはないと思うんですよお状況一番の有価証券なんていうのはある意味との後のリースだって多分いけると思いますし3番乗ってる自己株処分関連の話だってこれも十分いけるんじゃないですかまあ一部包括利益の話なんか入ってますけどもそこら辺がちょっと難しいな いいいううところがももししあるんだったらば別に包括利益の話は後でもいいでしょう、ねえー、基本的に SS 上の資本需要の投期変動額がいくらになるかとかそういう話ですからそういったところは別に解けるじゃないですか。でしょで4番目あたりに出てる、まあ、税国関連は少し厄介かなという気もするけどもお5番目あたりに出ているね うんそうだな連結絡みの話に関してはまあパートパートで点数拾っていくっていう意味では全然できると思うんでで最後がまあこれ懐かしいねあのなかなかここのとこ1級なかったんですけど今回問題3番は記述問題財務報告の目的だって話なんで。 財務報告の目的っちゅってもね、まあ、これはいわゆる模範解答は何によるのかっていうところがあるんですけどおそらくこれはこの前提だろうっていうことでうちは模範解答文章を作りましたけどこれいわゆる概念フレームワーク等でうたってる話なんでうーんまあまあこれを模範解答通り書ける人ってなかなかいないですよ。 模範回答通り書ける人はなかなかいないなななかなかいないんだけど逆に言うと幅を持って採点してくれるはずでなおかつ問題自体がね特定の基準等に記述されてる内容に基づいてその位置づけを述べなさいとかってそういう質問ではないからっていうことは基準で歌ってるものをそのまま書く必要はないってことです。と、ね、ということは趣旨概略として ね、模範解答に近いような記述があれば当然それは加点の対象になってくるはずだか,らだからそういう意味で僕これ懐かしいなと思ったんですよ。ちょっとチャレンジだなっていうね採点大変だろうなっていうね <laughs> あのそういう意味で、えー、申し上げただから別にね模範解答通りの記述じゃなくったって類似種子によって、ねえー、類似種子の記述によって加点は十分得られると思いますよ。 確か例えばこれは投資家の経済的意思決定に有用な情報を提供すること、まあ、これは目的だと。ね。いう形になってますけども、まあ、例えば投資家は利害関係者のっていう表現に変わったってまんざら間違ってるわけではないわけですからそれだって別にくどいだけどこの説問自体がね基準規定に基づいてその定義を述べろとは言っていないから。でしょお直接そういうふうにうたってないんだから。ってことは趣旨。 ね、概念に合致するものについては加点せざるを得ないと思いますよ。したがって何、まあ、かねご自分のこれまでの経験に基づく記述というのをやっといていただくということが必要だったんだろうね。だからそういったところをしっかりとこなしていただければやはり会計学についても足切りになりにくかったと思います。だ怖いのはやっぱり公言なんであの高言に関しては、まあ、毎度いつもそうですけどね これあ,のある意味オールワナッシングみたいな傾向が強いのは公募ですから紹介はそういいうのがないんでね、えー、ただまあどうなんだろうな僕が個人的に思うにはですけど今日の「工業部原価計算」についてはちょっとやっぱり資料の煩雑さ読み取りの憎さっていう部分でいうと原型だろうなちょっとこれはやっぱり嫌だなこういう資料の書き方は。 あのー、本当に5人が出た時にさっきも言った時に気付かないんでそういう怖さはすごくある。ね。ただ純粋に計算手続きの煩雑さっつった時にはどうなのかなうーんどっちがどうっていうことでもないのかなっていう気はするけどねまあもしかしたら意外と答えを出すという意味では公募の方が間違いやすいのかな計算趣旨で言うと。 おーいう気はするけどねまあでもいずれにしてもやっぱりこれ原価計算じゃないかなうーん原価計算をしっかり資料を収集して精査をして計算過程を終えたかどうかじゃない途中で結構混乱すると思うんだけどなこれまあでもこの原価計算がしっかりと対応できていれば。 そうね今回の試験はかなり期待を持って、えー、皆さん結果を待っていただくこともできるんじゃないですかね勇気が僕しますねただまあうちの担当も言ってましたけどそういった資料の5人が原価計算は非常に怖いよねっていう系がするわっていうことは言ってましたんで一応ねそういう趣旨のことだということはお話をしておこうと思いますでこれもねあくまでも今僕らも回答を作って えー、第一義的な回答ができたという状況で、まあ、速報ということでお話をさせていただいてるんですがあのー、まあまあ本試験ですからねあの当たり前ですけどましては1級ですから楽な試験なんかあるわけないんですよ。ね。まあ、毎回毎回どんな試験だってそれなりにやっぱり難しいし、えー、だから試験会場を後にしていただく時に手応えを持って出てくる人ってまあほとんどいない。だ今日も多分そうだと思うんだよね。 えー、今日の試験もそうだと思うんだけども僕が主として担当させていただいている商業簿会計学の分野に基づいて言えばですけどもどっちかっていうと会計学の方の方ががやっぱ基礎力が問われた、ね、で商業簿記は基礎力云々というところも当然ありますけども総合ですから、うん、ちょっとこれはやっぱりでも問題の見極め取捨選択っていうのが 結構大きなな意味を持ったような気がするで論点的にはちょっと発展的なものも多いかないう気もするんでさっきの有価証券の保有目的への論点とかねいう気もするんでまあまあ解いててちょっとストレスを感じるような問題だったような気がするね。で、ね、回答用紙がどうしても商業簿記全部が全部なんか埋まりませんのでこんだけ回答枠がある上でそれなりに回答枠を埋まらないと結構負担というか端、ま、的なプレッシャーになるんですよ。なるけども そんなにポン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 回答が埋めきれるってことは当然ないですからあーまあみんなもそういうもんだろうという前提でねそこは落ち着いて自分の力を出せばよしだという前提で問題対応していただけたかどうかじゃないですかね。まあ特に最近1級の試験お受けいただいた方々っていうのは「難解な」という表現をもう使っていいと思うんだけどね。 あのー、2級の試験をくぐり抜けてこられた方々だったりするんで、まあ、そういう意味では、まあ、こういうね重い問題にはある意味慣れてるところもあったとは思います。僕らに時代に比べると絶対そそれはそうでもそういうね方々が見てもなおやっぱり手を焼くのが1級ですからあ一長一短いかないなっていうところはあると思うんだけどもまあ少しね、えー、開示させていただいております。 私どもの模範解答なんかを参考にしていただいて一つ自己子採点を進めていただくといいかと思います。で最後なんですがこの一級の解答速報は一応私どものホームページからね、えー、一通りチェックできるようにはさせていただいておりますけどもあ,のあくまでもうちの模範解答うちが考える模範解答でございますんでちょっと一級についてはこの後も再度精査を行っていくつもりではいるんで。 その過程でちょっと回答が変わるということはあるかもしれませんが現状においてはとりあえずその予定はないですうーん現状においてはとりあえずその予定はないので、まあ、5時5食の類で後から直すってのはあるかもしれないですけども内容的に大きく変えるというつもりはないので。 まあ、この前提で見て頂ければいいかなとは基本的に思いますし、えー、なおかつ予想の配点箇所もう一応打たせていただいてますがまあ一級の方々ですからお分かりだとは思うんですけども配点箇所はもう完全にうちの予想ですあの汚い言葉で言えば当てずっぽです当てずっぽって言ったら適当で選んだわけじゃないですよ当然問題の回答趣旨に基づいて選んでるんだけどもあの一級はねもう本当に参考程度見てくださいだから 端的な話です。えー、今僕は例えば商業簿記は足切り回避の加点調整は多分ないと思いますということは言いましたおそらく僕はないと思ったんで言ったんですが実際を蓋開けてみたらそこまでね、えー、点数が伸びてなくてじゃあ加点調整しましょうという判断をされるかもしれませんそうなった時には当然こういう模範解答箇所ね一般的な配点箇所と別のところに加点調整がされたりしますんでまあ結果どうなるかっていうのはも何とも分かんないんだけども一つの参考指針として ね、処理内容等を勘案して配点箇所っていうのを予想で打たさせていただいてるんでまあそれはね一つ参考として見ていただければと思いますはいまあそんなところで今日の回答速報趣旨概要のお話は終わりなんですがあ最後にですね私どもレックでは12月1日以降数日間日程用意したんですけどあの小学生試験っていうのがあります。 まあ一級という最難関のところまで登ってこられた方々ですからやっぱりそこまでね努力された方々はもう次のステップなんかもやっぱりどんどん,どん考えた方がいい私個人で言うとまあレッグでの細かさで言うともう今税理士の方が多くなっちゃってね税理士の募金論という科目と税財務諸評論という科目いわゆる会計科目って生まれるものを僕普段担当してますでその担当している経験上言えるんですけどねあの例年 まあ私通学のクラスも通信のクラスもどっちも担当してるんですけどあのー、1級終わった後にね税理士の科目入っていただいてる方々ってほとんどほとんど初年度の段階で会計科目簿記論代表結果出てますそれはもう1級の受験生さんで本試験受けてね勝負かけられるところまで来てる人たちってもう出来上がってますで税理士試験っていうのはね特に簿記論という科目がこの1級に近いんですけど 単純な話な話んですけど合格するための一つの指針が上位10%に入ること、まあ、それで言えば一級と同じなんですが受験者のですか全体受験者の質が一級受験者ほど高くないです。というか一級の受験者ちょっとこれ図抜けで高い方ですやっぱり。 みんなそれ相応のレベルの高い勉強をやった人たちだけの中でテンパーですただ税理試験ってのは基本的に1級終わったあと入る人ってうんと少ないです大多数の方が3級か2級なんですでまあ皆さん方ご自分のことを振り返っていただいても分かると思うんだけども2級の段階でのご自分の力と今今日のこの問題を解いた時の自分の力を比較して同じとかほとんど変わってないなんてことないですよ。 で、実際に如実な話なんですけど9月ぐらいにね税理士の授業を始めてね用意どんで始めるじゃないですかで1級持ってる人と2級持ってる人が同じ月齢試験とするんですよ1ヶ月目に、ね、全然点数違うもん1級の人なんかほぼ復習しなくったって100点満点のうちの80点90点ざらにとりますでもね32級から入った人ったらまだ経験がないですから経験がないですから一生懸命やってくださっても大体平均的に340点なんですよ 60点開くんですで当然その後二2級の方々も一生懸命やってきますんでどん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 経験値の差っていうのは埋まりますけどもただ1級の人たちだって普通は手を抜かかずに続けますからそうするとね最終的に2級上がりの人たちにひっくり返されちゃうっていう数は圧倒的に少ない大多数その順位に順位序列というのかな1級の方の得点状況と2級から入ってくださった方の得点状況はそのまんま。 順位はそのまんまで本試験までいくっいうのは一般的ですだからもうそれぐらいもう皆さん出来上がっちゃってるところまで来てるんですで1級と違って税理試験はね本当に簿記の32級みたいな論点いっぱい出ますんで簿記論という科目に関しては例年100点満点の試験ですけど去年の試験に関して42点が棒だらい42点取れれば合格者です、ね、で量がうんとうんといっぱいありますからあの32級の論点もやたらめったら出るんで だからその前提で42点取るっていうことはやっぱり3級2級から入った人は難しいですけども大変ですけども1級を終えられた方々は例年これは軒並み実績を出してます。だからもうそれまで皆さん難しいところまで来てるってことですから。 ハイレベルな勉強まで来てるってことですから是非前向きにね次のことを考えていただきたいなと思うんでその一助となればということでこの小学生試験を実施しますで小学生試験は詳細についてはホームページでご確認いただけるようにしてありますんで、ね、どの程度の得点取った場合にはどの程度の割引というのが謳われてますからまあね別にうちで受けなくてもいいと思います。ただもしうちで ね、税理士等の受験を考えよう会計士受験を考えようというふうにお考えいただくになるならばどうせ同じことやるんだったら安い方がいいわけですからあ小学生試験を受けといて割引率の高いものを用意しといてね、まあ、その上でどっちにしようかなどういう学校さんでやろうかなということをお決めになってもいいと思いますんでねまあ今日問題解いたばっかりでまた12月に試験かもうやだ。 いう気持ちも分かります。まあ気持ちも分かりますけども、一つね、こういったものもおご検討いただければありがたいなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、少し最後はご案内的な話になってしまって恐縮だったんですが、まあ、何しと皆さん、これでね、ここまで一生懸命やってきていただいた一つの勝負が終わりました。で、どだけど、一挙の試験終わってね、あのー、自信でで会場出ててくる人ってのは本当に少ないんですなかなかいない。 特に近年はいないなやっぱり、えー、試験終わった後にはできなかったあんなに埋まんなかったっていう印象の方が強くてダメだダメだという前提で試験会場を後にしてお家に帰るという方が圧倒的多数なんだけど実際にね何ヶ月か経ってさ気が付いた時に郵便が届くね,えねえ郵便が届いて内容を見てみたら合格通知が入ってるとか、まあ、今ネットでね開示されたりもしますけどもそういうもんですから。 ま逆にはそれぐらいいい難しい試験を皆さんやったととうことで何が言いたいかっていうと今日試験が終わってまあ今日っつったって皆さんご覧いただくのは月曜日以降ですけども昨日試験が終わってね今日月曜日だというところがあると思う。でまだまだね一級の受験生さんっていうのはどうしても試験前日までもう走るだけ走ったと思うのよ。ね。 もっとやればよかったとかあれをやっとけばよかったとか後悔はあるかもしれませんけどもただね皆さん方はご自分の置かれている状況の中でやれることは一生懸命やったでしょね最後の2週間3週間に至っては睡眠時間削ったりねやらなきゃいけない用事も後回しにしながら一生懸命時間やりくりしてやったでしょね一生懸命やったはずなのよ。で一生懸命やっていただいたんだから間違いなく言えるのがもう体は疲れきってます。 相当疲弊してるはずで、まあ、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれないけど一般的にはやっぱねすごいストレス溜まってんです。受験勉強ってそういうもんですよ。本当にもう骨身を削って勉強してるんですから。肉体的ななな厳しさははいいよううに見えてても実はそうじゃない疲労って溜まるんですで試験が終わるとその後ってやっぱり一つ息がね、えー、気が抜けるというのかな。試験終わったなるとやっぱ気が抜けるんで。 そうするとねこれまでの疲れがドッと出ることで結構体調崩す必要が多いで11月の試験の後っていうのはもう寒くもなってるしねで特に今年首都圏に関してはインフルエンザの流行が早いみたいなんであのこんなことはね試験の話とは関係ないっちゃ関係ないんですけど本当にね去年とかも11月の試験だったとぐっと体調崩されちゃった方いらっしゃるんですよ。だからそううなならいいようにしてほししててんであの本当ね2,3日はまず静養して ね、あの遊びに行きたいとかって気持ちもわかるけどじっくり体をいたわった方がいいよ。で本当に自分が思ってる以上に疲れてるからそれだけ皆さん厳しいものを乗り越えたってことよ。ねいいじゃないだから23日はもう残業しなくったってねまあ仕事ですからなかなかそうはいかないって言われればそれまでですけどでもね後回しにできるものであれば後回しにしてくださいよいいじゃないそれだけ頑張ったんだから。でまずしっかり英気を養う。ね。 ねえ,ねえ怖いですよ本当にインフルエンザ一つ取ったって体力が弱ってる時にそんなもんなっちゃったりすると重病化する可能性ってあるんだから本当に変な話聞こえるかもしれないけど本当に例年いらっしゃるんですそういう方そうならないようにしなきゃいけないんでねまずは23日ゆっくりすればいい皆さんにはその権利がありますよそれだけ頑張ったんだからね,ねえそしたらばまあ23日して影響を養って体力の回復が図れたら次のステップなんかを少し考えてもらうと。 いいいいう形でいいと思います、ねはい、最後はなんかわけわからんチーの話になっちゃいましたけどもとりあえずこれでね、えー、今回150回向けの解答速報ですかあこれは終わりになります。またね、えー、いろんなイベントなんかも私どもこれからあと動かせますんで。 まあ僕なんかも新実行で授業をやらせていただいている関係があるから、ああ、自己相談会なんかもいろいろ年末やっていく予定でございますんでね、まあそういった機会でも全然構いませんので、何かご質問等あればですね、ご遠慮なくお越しいただいてご相談いただければというふうに思います。以上で、本日の回答速報は終了になります。皆さんお疲れ様でございました。